はい、それでは今日はこれスイカ三か、三つる二かどりをしたスイカをまだ試食してなかったので試食したいと思います。三つるでこれとこれが兄弟で、あれを収穫したのが6月の最後の方だった、30で、今日が8月の、5日、1ヶ月以上経ってます。スイカ1ヶ月以上経って大丈夫かどうか、片っぽを お盆の盆棚の お供え物にしたいので、どっちかを切る、大きい方を切るか。じゃあこれをお盆用、そしてこれを切ってみます。 6.5キロ、1ヶ月経っちゃったからな、どうだろうな。さあ行きます。あ、でもいい匂いはする。せーの、ドーン。おーいし、いい出来。おー、ニカドリでも全然いけんね。ほら、ここも皮も薄いし、そして何一郎、あれがない、酢が入ってない、びっしりと詰まってる、超いい出来。あとはまずは糖度、はい、水でゼロね。これを拭いて、おい、スイカって保存性もすごいね。1ヶ月経っても全然大丈夫だね。確かに昔はさ、こう夏に取ったスイカをさ、秋までずっと何縁の下とかに置いといて秋まで食ったような記憶がある、子供の頃。はい、ドン。あー、10.7。味的に、糖度的にはそんなに乗ってないのか。どれどれどれ、 10.7 の味をちょっと食べてみよう。すげえでかく、はい、いただきまーす。美味しそう。10.7 度も甘さ的には、スイカの甘さ的には十分で、やっぱり1ヶ月ちょっと経っちゃったからシャリ味が少し緩くなってきてるんですけど、でもうまい。おいしい。でもやっぱりあの12度の方がやっぱりうまかったな。これがだから15度になったらスイカってどれぐらいのうまさになるのかっていうのが、がぜんチャレンジしたくなってきた。これで今年のスイカ栽培の結果はこれで全てです。来年はいろいろな品種をやりながら、糖度15度、そしてオーダー大玉の10キロ以上の大玉を目指して、来年のをまたスイカ栽培していきたいと思います。で、その暁には動画を最初から最後までまた撮っていきます。来年もスイカ栽培よろしくお願いいたします。以上です。